え、なんかスクショされたんだけど、怖。なんでだろう。うん、ホチトさん、クマありがとうございます。ありがとう。ちょっとリップ塗っとこ。よし、そしてこっちの鏡見よう。準備中ということで、なんか前髪が、こっちか。難しい。雨降ってますか、外。今日降ってました雨。健太さん今ごめんなさい。健太さん、くまちゃんありがとうございます。ありがとう。今やんでますか？あ、そうだ、今日はここにこれつけようと思ってつけます。出ない、助かる。よいしょ。たけるさん、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。今日は涼しかったらしい。まだお外に出てないんですけど。喉の調子は良くなってきてます。これ昨日買ったお洋服着ました。今日かわいい。どうですか、ちょっとまだ前髪ボサボサなんだけど、かわいくないですか。ちょっとお茶飲もう。とここ巻きます。今からここの毛先こんな感じ。2個目。アシさん、ギフトありがとうございます。
ねたろうさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。あともう一個、あ、ちょっとここかな。今日はせっかくメイクしないとあれだったんで、ショールームしちゃおうと思ってつけました。じゃん、ちょっと巻いてみました。ほら違うでしょ。あと右、ゆうちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。昨日買ったこの服が可愛すぎて嬉しい。これ白か黒あったんですけど、どっち白も、でも黒も可愛いからいいや。白も可愛かった。でもなんか黒の方が残りわずかみたいな書いてあって、タグに。だから黒買いました。白も買えばよかった。でも私あんま自分で二色買いすることなくて、したことないです、二色買い。お洋服結構二色買いする方とかもいらっしゃいますよね。清水のりさん似合う、ありがとうございます。同じ T シャツ4着何買ったんでしょうか。何の T シャツ。こんな感じ。前髪やろ。ちょっと待ってね、画面から よいしょ。横抜け取りすぎちゃったかも。
右側。ボサボサ。よいしょ。いや、右側取りすぎた。左右でバランス違うくてやだな。いっか。長いかな。前髪。でも最近この横が伸びたから、なんかうまくこう外に巻きたいんですけどできない。ストレートだからかな。こう外にこうか、負けないかなと思ってるんだけど、挟み方が良くないのかも。ダメだ、自分じゃできない。ダメだ。ちょっと難しかった。どうかな。そろそろ固めたきゃ前髪。でもちょっと長くて気になっちゃう。
どう？白熊さん、ありがとうございます。リップ。ケープ、ケープ、ケープ。どう？動かないかな。よし、できた。ペラン止めよう。これが内巻きにしとこ。あとはなんか目薄い。そんなことないか。あとは三つ編みをほぐします。やばい、あと20分しかない。あ、今日のリボンこれでもよかった。このリボンでもよかった。三つ編みをこうほぐします。ちょっとぴよぴよが こんばんは。とちゃん準備してます。今準備中です。
時はまだ治ってなくまだ治ってなくて、でも咳止め飲んでるんですけど、だからちょっとマシになったかも。ペニちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。今ずっとここらにいる、困る。どう？いい感じ。できた。これでできました。ヘアアイロンとか直します。お片付けをします。太ももに当たった。お、ヨンちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。いい感じになりました。じゃあ今日のバッグはこれです。可愛いでしょ。これに入れます、財布。牛角さん舐めます。あ、その前にお茶飲もう。で、アメちゃん舐めながら飲み物、ちょっと嫌だから。バッグこれめっちゃちっちゃい、ムカの手ってちっちゃいんですけど、それくらい私の手くらい。今からちょっと声を出すので、声を出しに行くので、アメちゃん舐めておきます。このあとお仕事に行ってきます。だから今日は20分までなんです。お出かけじゃなくてお仕事。さこちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。でも多分すぐ終わると思います。30分くらいで、でまた帰ります。今日なんかめっちゃ夜からなんですよ。白駒さん頑張った、ありがとうございます。行ってきます。今日このスケジュールしか予定がなくて、なぜかめっちゃ遅いっていう。で、慣れ取りじゃないんですけど、何持ってこう。でも財布だけでいいと思う、すぐ帰るし。串とか持ってこ串とあとリップ持ってこ。
これでいいかな。詰めました。雨は降らない？なんか台風2号できるらしいですね。台風2号発生かって書いて昨日ニュース見ました。1号まだ来てないですよね、台風。今日ね、昨日買ったコスメ使ったらなんかいい感じになった気がする。ご紹介。最近買ったキャンメイクたち、これ使いました。消滅したの？え？そうなの？そうなんですか？これ使ったら漏れました。画面で見たらちょっと薄く見えるんですけど、こんな感じ。わかんないか。これめっちゃ漏れる。私紫のアイシャドウ好きなんですけど、いつもこれ使ってる。あとチーク、これ可愛くて買いました。ハート、なんか新作みたいです。これ私チーク、なんか肌もともと赤、なんかピンクっぽいんで塗らないんですけど、ちょっと塗りました。今日ダーリちゃんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。バイク小僧さんありがとうございます。出た。あとリップもキャンメイク。これなんか可愛いやつです。06番、これは02番でした。これなんかでも鼻に塗ってます。鼻チーク、これ鼻にこうやって塗って、顎にも塗って、ここら辺に塗りました。夜ご飯まだ食べてないんですけど、今日すごいめっちゃ偏食なんですけど、なんだっけ、ミニストップの X ポテトをご飯食べて、お昼にそれだけ食べて、お薬飲んで、でお腹いっぱいで、今ショールームしてるからご飯のこと忘れてた。もうミニストップの X ポテトはすごく美味しいので皆さんにおすすめしたい。しゅんごさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。あと私はサブウェイのポテトが好きです。昨日サブウェイ行ったんですよ。昨日ね、ミニ
ミニじゃない、味噌菌、あの知ってますか、味噌菌カップラーメン、ヒカキンさんのカップラーメンが再販っていうことでエリコと回ってたんですよ、セブンイレブン。だけどなかったです、私の行ったとこ。なんかどこも発売されてから2時間くらいで行ったんですけど「どこも張り紙で売り切れました」って書いてあって、でエリコとバイバイってして、私は買い物行ったんですけど、エリコは買えたらしい。あの私と別れた後にセブン行ったら「買えた」って連絡来て。私は買えませんでした、もうどこもない。エリコが一緒に食べるって言ってくれたんだけど、食べなよって言いました。あのね、一人一個だから、エリコは一個買いました。昨日買ったシルバニアたちが可愛いんですよ。よいしょ。サブウェイのおすすめ？なんだろう、ポテト。ちょっとあのノーマルが好きです。なんか揚げてないらしいよ、あれオーブンで焼いてるらしい。あのサブウェイの TikTok で見ました。このね、これ欲しかったの。なんかあインスタグラムかなで、この赤ちゃんをね入れるポーチのガチャガチャがあるっていうのを見てずっと探してたんですよ。で昨日シルバニアのお店に行ってありました。これすごい高かったよ、このポーチ500円した、1回のガチャガチャで。でもこうやってこの赤ちゃんが入れれます。ここがめっちゃ可愛いの。このね、クマの赤ちゃんです。クマの赤ちゃんなんだけど、スイカ着てます。可愛すぎる、クマタンです。可愛い、もっとクマタンのなんかいろんな種類欲しい。なんかランダムで当たるみたいなやつ買ったんですけど、一番欲しかった1個買ったら一番欲しかったクマちゃん出てくれました。あと普通にこの子可愛すぎてハスキーの赤ちゃんです。ハスキーの赤ちゃん買いました、可愛い。あとなんかもうちょっとで出る新作のなんかなんて子だったっけ、新作の子が可愛すぎてやばい、あのテンション上がってしまいました。テンション上がって声出しすぎちゃった。新作の子ちょっと待ってね、何の子だっけ、雪氷の雪ひょうファミリー、めっちゃ可愛いです。雪ひょうファミリーめっちゃ可愛い。
本当にいろんな赤ちゃんがいてめっちゃ迷ったんですけど、この子もう可愛いハスキーの赤ちゃん、よちよちです。あとなんかキーホルダーになってる子と書いて、 いろんな種類あったんですけど、おしゃれな服着てたのでその子たちも買えばよかったって後悔です。少し。あとこのさくらんぼの子はもらったものです。このフルーツシリーズ可愛くて、なんか出るんですよね、出るんですよね、なんかバナナのハスキーちゃんも出るくて、それ欲しいなって思ってるんですけど、また行かないといけないですね。ウェブでは売り切れちゃいました。お店では発売されるらしいです。ふっくん指ハートありがとうございます。清水のりさんありがとうございます。かわいい、うちの子たちかわいいです。でもちょっと池袋で行ったんですけど、池袋方面にあまり行くことがなくて、他にシルバニアさんってないのかなって調べたけど、あんまりないっぽいですね。ダイバーシティ東京プラザ店リニューアル準備中、7月オープン予定。ダイバーシティダイバーシティってどこだっけ。あとコピス吉祥寺、吉祥寺って読むのかなですね。ない、あんまり。私の地元の神戸にね、あったんだけど、たまに行ってました、ハーバーランド。お台場、あ、お台場か。もう波動終わっちゃったからあんまお台場行くことないかも。ってことで、やばい、30分に家を出なきゃいけないんで、パパが駅まで送ってくれるって、助かる。じゃあ一旦ライブランキング見ましていただきます。13位、ゆうちゃんありがとうございます。12位、北入りちゃん、ありがとうございます。11位、ベニちゃん、ありがとうございます。あ、変わっちゃった。もう一回読み直します。13位、北入りちゃん、ありがとうございます。12位、ベニちゃん、ありがとうございます。11位、たけるさん、ありがとうございます。10位、うさこちゃん、ありがとうございます。9位、しゅんがさん、ありがとうございます。8位、清水のりさん、ありがとうございます。7位、ほちとさん、ありがとうございます。6位ジップさんありがとうございます。5位ヨンちゃんありがとうございます。4位マサヒロさんありがとうございます。3位マシさんありがとうございます。2位ネタロさんありがとうございます。そして1位は白熊さんありがとうございます。そして皆さん、なんと
あのですね、握手会7月13日ちょっと待って、ね、のゴム完売ですって。皆さん本当にありがとうございます。すごい、なんか残りわずかとかじゃなくていきなりだったからめちゃびっくり、ありがとう。あの握手会は全部ゴムがおすすめなので、あのぜひ待ってます。あと6月29日の4部が残りわずかになってました。オンラインありがとうございます。嬉しいです、皆さん嬉しいです、ありがとうございます。ちょっとまたあの握手会の投稿で X であのまとめてするのでぜひチェックしてみてください。ぜひ握手会5部がおすすめで、オンラインはね4部の部と7部の部あると思います。なんか残りわずかまであと少しみたいなあったじゃないですか。なんかまだない、なんかいつもなんかいただいてたんですけど画像、なんかまだ届いてないっぽいです。あんま私あれ聞いたらいいのかな、あんまいつも聞かなくて、聞いてみます。あるかわかんないですけど、では本当に皆さんありがとうございます。会えるの楽しみにしております。では行ってきます。バイバーイ。